はいどうもこんにちは。この動画では実写のダンス映像にモーショングラフィックスやら落書きやらを書き込んでいく技をご紹介していきます。ちなみに今回のダンス動画はインスタグラムや YouTube で活躍しているゆこさんに踊っていただいたので、フルバージョンを見たい人はそちらもチェックだ。それでは今回のアクションステップはこちら。実は今回はモーショングラフィックスからモーショントラッキングなどアフターエフェクトのいろんな機能を紹介することになります。おそらくかなり時間がかかると思いますので、できる範囲でチャレンジしてみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。ということで、まずは素材を作ってみます。アニメーションの動画素材を作っておくと、後々別の動画に挿入する際にも使えますので、せっかくならここで作って保存してみましょう。ということで、まず早速コンポジションの設定ですが、アニメーション系は24フレームパーセカンドくらいにしておくといいでしょう。さあ、それでは準備ができたら早速ここにシェイプを書いていきます。このシェイプは適当でいいですが、なるべく健康を意識して根菜類みたいな縦長の形にしていきます。そしたらこの上に今度は新規平面を作って、名前をマスクとしておきます。そしたらその名の通りマスクを切って、さっきの三角形を優しき包容力で包み込んであげます。今夜は三角形も安心して眠れることでしょう。そうしたらこのマスクのマスクを開いて、マスクマスクしながらマスクパスのキーフレームをオンにしていきましょう。このキーフレームは右の方へとずらしておいて、マスクの最初のところは三角形の先っぽ、足でいうところのつま先に集結していきましょう。さあ、するとつま先から優しく靴下を履かせてあげるかのようなアニメーションが出来上がりました。足フェチにはたまりませんね。とはいえ、このまま靴下を履かせたままだと足草プンプン丸になっちゃうので、少し時を進めたところでまたマスクをずらしていって靴下を脱がせてあげましょう。足首側からずらしてみます。さあ、するとこのように下から包み込まれ上へと抜けていきますが、速度グラフを開いたところで、ここで最初のところを素早く、そして最後のところもまた素早くして動きに緩急をつけていきます。そうしたらワークエリアを狭めておいてから、ここでトリムをしておきます。さあ、そうすると高速靴下脱ぎ脱ぎ選手権で優勝しそうな動きが出来上がります。そしたら上の平面の名前にマットを加えておいてから、今度はこの上の平面に対してルミナンスマットを使ってみます。ということで、下のレイヤーのトラックマットのところでルミナンスマットを指定しておきます。すると靴下はどこへやら、シェイプがワイプするこんな感じの動きが完成します。そうしたらこの部分しか使わないということで、この範囲指定のツールを使ってこのシェイプの周りだけを四角形で囲んでいきましょう。そして上のコンポジションのメニューからこの範囲のところでクロップをしてあげることによって、シェイプのところだけ表示されるコンポジションの完成だ。そうしたら新たに新規コンポジションを作って、こいつの名前はエクスプロシブファイナル、中二病みたいな名前です。そしたらこの三角形に動きをつけていきますが、その前にこの三角形にはエフェクトからタービレントディスプレイスというのを探し出して適用しておきましょう。さあ、するとシェイプが歪みますので、このエフェクトのサイズと量を調整していきながらアニメっぽい歪み方にしておきましょうか。ちなみにうねうねと動かし続けたい場合は、ここのエボリューション、つまり展開というところをオルトクリックを押して、エクスプレッションを追加しのタイムのエクスプレッションで50くらい動かしてみましょう。すると若干動く感じになります。他にはエフェクトからチョークを提供して数値を上げてあげることによって形を絞ることもできますので、ここで調整してみるといいかと思います。さあ、続いてはこのプラナリアみたいなのを動かしていきましょう。ということで、1のキーフレームを動かして、これを左下から右上の方に動いていくアニメーションを作っていきます。実はこれだけでもいい感じに見えます。他にスケールとかいろいろと付け加えたければ、細かく調整してみるといいのではないでしょうか。一応速度グラフの方でも爆発っぽく最初の動きを速くしておきます。さあ、ということで基本は一つの動きを作って、それを複製しまくって重ねれば出来上がります。もう一つくらい重ねておいてから、タービレントの数値とかを変えておいて、プリコンポーズをしておきます。さあ、そしてまたこれを複製です。ということで複製していくのですが、通常通り複製して向きを変えてとかしていると時間がかかりますので、今回は回転のところにエクスプレッションを加えていきます。インデックスと書いておきますが、これはレイヤーの番号のことですね。インデックス ×30 とかにしておくことによって、複製した時に30度ずつ回転して配置されるようになります。あとはコマンディだらけ。さあ、こんな感じで1回転させることでいい感じの爆発っぽくなります。あとはこれをさらに複製してみたり、他にはパーティクルを追加したりなんかもしちゃって、最初だけパーティクルを出してみるといいかもしれません。
バースレートのところで最初だけパーティクルを出しておいてから、あとはゼロに。重力もゼロにして全体に広がるように。そしてパーティクルの種類はレンズコンベックスという丸いやつでサイズとかも調整しております。この辺はいろんな種類がありますので、いろいろと遊んでみるといいかと思います。さあ、とまあ基本的にこんな感じで爆発が出来上がりましたが、これは動画として書き出しておくと、後々挿入するだけでいつでも使うことができます。ということでこの映像を書き出すのですが、こいつはアルファ素材、つまり背景に何もない状態です。この状態のまま書き出してみましょう。ということで連打級に追加しておいてから、ここのチャンネル設定で RGB プラスアルファというのに設定しておくことで背景を透明にして書き出すことができます。それでは保存先を決めておいて、あとはレンダー。これで動画素材が出来上がりましたので、あとはこれを売るなり何かしらのプロジェクトにぶち込むなりすることで簡単に爆発を追加することができます。色などを編集する方法としてはこのアルファ素材を複製しておきます。そしてここにティント、色かぶり補正のエフェクトを追加しておくと、白の色を変更することができるようになります。ということで、この白を好きな色に変えちゃいましょう。今回は赤とオレンジにしてみます。そして上のレイヤーにはチョークのエフェクトをまた適用して、これまた周りの部分を削り取っていきます。さあ、こうすることでちょっとした炎が爆発するかのようなアニメーションが完成。白いアニメーションさえ作っておけば後で色々とカスタマイズすることができますので、おすすめでございます。とまあ基本的に今回作ったアニメーションは今お伝えしたテクニックがベースとなっております。ということでこれからまた色々と応用した使い方とかも見ていきましょう。ということで続いてはモーショングラフィックスの分野です。この辺のアニメーションは他の動画とかでもやっておりますので、色々と割愛してざっくりと紹介してみます。ということで、まずはみんな大好きお星様のシェイプアイコンをダブルクリックして星印をここに召喚。そしたらまずパスのメニューを開いて星の外の半径と内側の半径を変えていきます。外側の半径は内側の半径の2倍になるように設定をしておいて大きさを調整しておきましょう。そしたら1のキーフレームで星の動きを決めていきます。今回はちょいと早回しで見ていきますが、星が上に進むようにしておきます。そしてスケールとか回転とかを加えてシュルシュルと忍者の手裏剣のようにしておいてから、ここですかさず F9 のイージーイーズの術を使います。そして速度グラフを開いておいてから、グラフは一番最初のところへ集中させておいて爆発的に動くようにしておきます。そしたらこのお星様は不透明度とかで消えていくようにしていきましょうか。さあ、これで一つのシェイプができましたので、あとはこれをコピーしまくります。コピーして方向を変えておいたら、ここでシェイプの形なんかを変えていきます。今回は星のギザギザを増やしてみたり減らしたりしてみましょうか。さあ、これで出来上がったところでプリコンポーズ。名前はスタースプラッシュとかスターダストクルセイダースとか適当につけておきます。そしてレイヤーはとりあえずカット。そしてこのコンポジション自体も複製しまくって、上に重ねていけば爆発っぽい動きが完成。とりあえず複製しまくって作っていきましょう。他にシェイプアニメーションのモーショングラフィックスといえばパスのトリムですね。ということで何も選択していない状態でペンツールを使って動きに合わせて線を描いていきます。そうしたらシェイプのアニメーターの追加のところからパスのトリムを探し出してこれを適用。あとはパスのトリムの開始と終了にキーフレームを提供していきながら動きを作っていきます。最初のキーフレームでは開始と終了は両方とも数値は0に。そして少し時間をずらしていったら開始も終了も数値を100にしていきます。そしたら今度は速度グラフを開いておいてから、終了は最初の方を速度を速くしていきましょう。すると先に線がビヨーンと伸びていきます。そして開始は最後の方で速度を速くしていきます。すると後から線が一気に消えていきます。あとはこれを手の動きなんかに合わせて位置とかスピードをずらしていくことでいい感じの動きのアニメーションが出来上がります。手書きのような質感を加えたければ、またまた最初に紹介したタービレントディスプレイスを使ってサイズを小さめにしておくことによって線にちょっとデコボコ感が加わっていい感じになります。あとは例のごとく星とかを加えたければ付け足しまくったり、グローとかを加えていけばネオンっぽくなりますので、ここら辺は好きにカスタマイズしてみましょう。さあ、ネオンとダンス動画といえばブラシの手書きアニメーションを以前ご紹介しました。ということでここでブラシアニメーションをささっと復習してみましょう。ということでこの元のダンス動画をコマンディで複製。
そしたらブラシのアニメーションを行うところでレイヤーをカットをしておきましょうか。そしてこれからブラシで落書きをしていきますので、ブラシツールに切り替えておいてから上のウィンドウからブラシ、そしてペイントという2つのパネルを表示しておきましょう。そしたらまずペイントの設定ですが、ここではペイントの種類はシングルフレーム、単一フレームにしておきます。これで一コマ一コマ落書きができます。もちろん動画のフレーム数が多いほど大変なので、このアニメーションを使うときはおそらく24フレームパーセカンドで撮影しておくといいかと思います。そして後でブラシ以外は表示にしていきますので、チャンネルは RGBA、 つまり α を含むようにしておきましょうか。モード設定はノーマルにしておきます。さあ、あとはブラシのところでブラシの太さとかを選んでおいてから落書きをしていきます。コンポジションではなくて個別のレイヤーのパネルを開いておいてからお絵描きをしていきましょう。さあ、ここはお絵描きングと呼ばれた私の腕の見せ所。腕がこんな感じでバツーってやってるので、バツを書いてコマンドキーを押して次のフレームに移動していきます。あ、そしたらまたバツーってやっておりますので、またバツを書いていきます。そしたら次もバツをリアイザシェイヤーサラピンフルフー。すいません、つい振る方が出てしまいました。ここはめちゃめちゃ時間がかかりますので早送りをするふう、とまあこんな感じで線が体全体に徐々に行き渡るようにしていって、パワーを貯めていくような感じにしていきます。最後はこんな感じでパーンと線が消し飛んで、はい終わり。さすがお絵かキングと言われるだけあります。笛のところとかも描いたのですが、基本ブラシの使い方さえ分かってしまえば、あとは根気と集中と少しの愛情でなんとかなります。前のシーンとかを見て比べていきながら、自然に見えるように微調整を繰り返す地味な作業が続きます。これだけで30分くらいはかかることでしょう。出来上がったらこのエフェクトの中にある不透明度のチェックを入れることによって、動画が消え去ってブラシの部分だけが表示されるようになりますので、そのブラシに色でもつければいい感じになるかと思います。ということで、お次は今回使った動画の最後のテクニックでもある 3D ストロークとモーショントラッキングです。まずはモーショントラッキングから見てみましょう。例えばここでお絵描きングがお花を描いたのですが、このお花をこのコンクリの上に配置してみたいと思います。こんな感じで何か光らせてますが、まずはモーショントラッキングから説明していきます。お花の描き方は後で教えるよ。そしたらここにお花のコンポジションがありますが、この上に新規ヌルオブジェクトを作っていきます。ヌルオブジェクトは分かりやすいように、このお花のレイヤーの長さに合わせてカットをしておきましょう。このヌルの長さ分だけモーショントラッキングのデータを反映させていきます。ということで、この元のダンス動画を選択して、トラッカーのパネルのところからトラックモーションというのを選択していきます。すると四角いスコープが現れました。こういうスナイパーゲームあるよね。そしたらこのスコープを広げていって、上のコンクリのところに当てていきます。この時にコントラストが大きい、つまり明るいところと暗い部分がはっきりしているとトラッキングしやすいです。さあ、そしてこのヌルの範囲分だけトラッキングしていきますので、ここで再生のスイッチをオン。さあ、トラッカーによる追跡が始まりました。うまくトラッキングされているようですが、おっとヌルを通り過ぎてしまった。チキンレースならドボンだと、まあ少し余分にトラッキングしておくくらいでいいでしょう。そうしたらターゲットの編集のところで、今回のヌルオブジェクトがヌル6なので、ターゲットをヌル6に指定していきましょうか。そしたらこれで提供だい。さあ、するとヌルに今トラッキングした1のデータが反映されましたので、1を見てみるとこんな感じでキーフレームが打たれております。あとは下にあるお花のコンポジションの1のところの渦巻きを上のヌルへとドラッグすることで、お花のアンカーポイントがコンクリに貼り付くようになります。ということで、お花のアンカーポイントを動かしていって、コンクリの上にお花を咲かせてあげましょうか。まあ色なんかをつけていくと可愛らしいど根性お花の完成だ。ヌルオブジェクトはもう必要ありませんので、ナメコみたいなやつを押して隠しておきます。さあ、それでは次はいよいよ最後ですが、今回は RG トラップコードの 3D ストロークを使ってお絵描きをしていきます。お絵描きングもしくは 3D ストロークを持っている人はこれを試してみましょう。まあざっくり説明すると、使い方は簡単。平面を作ってマスクを切る感じで線を描いていって、それにパスのトリムと同じで開始と終了のキーフレームを打つと 3D、 つまり立体的な線を作ることができます。これを何個も複製していくことによってトルネードみたいなやつも作ることができます。とまあこんな感じで、ペンツールでマスクを作るということはお絵描きングもできますので、早速お花を描いていきます。もしここで例えば何か写真とかがあれば、それをなぞるだけで作ることができますので、先に写真を挿入しておくと、なぞるだけで何かしらのシェイプを作り上げることができます。
そしたら上に新規平面を作っておいてから名前を 3D ストローク。この平面は表示にしておきます。今回は写真はいらないので削除していきます。そしたらここにお花を描いていきましょう。お花といえば茎があって、まあ、なんか葉っぱ的なものがあってね。あとは水が通る導管とか、養分が通る主管とかもあって、あとは花びらとかもありますので、まあ、こんな感じで作っていきます。もう花びらのところとか同じ形なのでコピペしまくってます。最後に真ん中にスターダストクルセイダース。これでよしとしましょう。そしたらこの平面にエフェクト RG トラップコードから 3D ストロークを提供していきます。するとお花の周りに白い線が出現することになります。ということでここで線の太さなんかを調整しておいたら、この開始と終了のキーフレームをオンにしておいて、これで線のストロークアニメーションを作ることができます。ここは先ほどのパスのトリムを使っていったのでもうお分かりですね。最初は終了と開始の両方を0にしておいた状態で、しばらく時間を進めたところで開始と終了の両方を100にしていきます。そしてここで開始のキーフレームだけ右の方向にずらしておいてから見ていきますが、すると花が出現してしばらくしてから花が消え去っていきます。ゴールドエクスペリエンスです。そうしたらこのエフェクトが発生しているところだけでレイヤーをカットしておいてから、さらにこのクロップのツールを使って花のところだけを囲んでいきます。さあ、そうしたらこれであなたの好きなものを何でも作り出すことができるスキルを身につけたことになります。おめでとうございます。今回私はこの30秒くらいの動画で1週間ほどダラダラ作ってみましたが、レイヤー数はまとめた後でも100を超えました。時間をかけるほどいろんなものが作れますので、ぜひともチャレンジしてみてください。もしそんなに時間をかけるのが嫌だよという場合は、フッテージクレートなどで無料でそういったエフェクトを配布しておりますし、エンバトエレメンツやモーションエレメンツでは有料ですが質の高い映像素材を販売しておりますので、ぜひとも参考にしてみてください。さあ、ということでここまで見てくださり本当にありがとうございます。またこんな動画を作ってほしいなどのリクエストやコラボなどがあれば、いつでもメッセージをしてみてください。それではスキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。